では皆さんこんにちは。それではですね、今日合格者の方いらっしゃっていただきましたので、最初に簡単な自己紹介の方よろしくお願いいたします。上田と申します。商社で事務の仕事をしております。仕事柄通関業者さんと関わることが非常に多くて、通関士という資格は以前から聞いたことがあったんですけども、もっと仕事の幅を広げたいと思って受験することを決めました。今回初めて試験を受けて運よく合格することができました。具体的にどうですか、こう勉強したことによって、はい、この辺の例えば言葉の内容が分かるようになったんだとか、なんか事務処理がこうスムーズになったんだとか、なんか実感した瞬間みたいなのってなんかありました？うん、よく通関書類を提出するときに、はい、通関部門の方から質問を受けるんですけども、どういったものですかとか、材質はとか、特性はとか聞かれるんですが、書類を渡すときに説明を付け加えるようになると、 あまり質問されなくなりました。そういうことですか。はい、本試験日から考えるとどのぐらい前に、決心されたんですか？資格勉強しようっていうことで考えると半年前、半年前ぐらい、4月です。4月ぐらいですか。ギリギリのタイミングで最初に取った行動っていうのはどうやって勉強をしていこうかっていう、はいはい、ところでいろいろ調べて、通学とか通信教育だったり、独学で合格できるものなのかっていうのを、とにかくいろいろ情報を集めて調べました。独学って方法を選ばなかった理由っていうのはどんなところ？通関士の合格率とあと難易度を見て、独学は難しいっていう。そうですか。はい、通学は金銭的にも通信教育よりも高いですし、先生の DVD があったので、実際に通学している気分で授業を受けることができましたし、もし疑問点があれば質問できるっていうところもあったので、あまり通学と違いはないんじゃないかなと思います。ああそうですか。満足点、グッドポイントっていうんですかね、ここはすごく満足度高かったんだと。最初にDVD を見始めた時に、先生のおっしゃってる言葉とテキストに書かれてることがもう同じで、テキストを読まれてるだけなのかと思ったんですけども、勉強方法として自分でテキストを読む、見て覚える、書いて覚える、と声に出す、と先生の声を聞くっていう耳からの勉強法ということで、繰り返しテキストを読んでくださるのを聞くことで、どんどん最初聞き慣れなかった言葉がスッと入っていくようになりました。神田先生の人柄というか、DVD から伝わってくるのが あまりその熱血さとかはなく、かといってその冷たい感じもなく、物腰が柔らかくて、それが逆にその聞いていて見ていて、うんって引っかかることなく、すんなり入ってきて、ありがとうございます。はい、聞き続けることができたなと思います。あ、そうですか。そう、勉強時間捻出するっていう部分でこんな風な工夫、朝の方が涼しいですし、電車も空いてるのでちょっと早めに出て、会社で始業前に1時間弱勉強して、あとお昼休みもちょっと見てっていうので、帰ってくるまでに3時間ぐらいは勉強時間が確保できていて、逆にもう夜は睡眠をしっかりとろうと思って DVD を聞きながら寝ると、はい、そういう感じでした。結構辛かった時期もあるんじゃないですか。ありました。8月9月が一番仕事が忙しかったので、きつかったんですけども、好きなテレビは夜見ようと思ったり、ちょっとジムに行って汗をかいたり、ストレス抱えずにやろうと思ってました。合格目指す方への、メッセージということでお願いできますか。最初にフォーサイトのテキストと DVD で一通り勉強を終えた後に、どんどん実践に切り替えていこうと思っていて、
詰め込んだものを出していくっていう、そのいかに早く出せるかっていうのを意識して勉強をしてました。それとあと本試験に挑むにあたって模擬試験を受けた方がいいっていうアドバイスがあったので、2回模擬試験を受けました。フォーサイトの教材を信じてぜひ頑張ってください。じゃあ本日はどうもありがとうございました。